大谷選手が今シーズンメジャーリーグ投手としては最高の賞候のサイヤング賞を取れるかどうか、お二人伺っていこうと思います。去年がサイヤング賞投票の4位だったでしょ、はい、今シーズンますます進化してるし、もう手の届くところにあるし、 MVP とかって、期間限定でギュッと活躍したら、ありえなくなるじゃないですか。松井さんとイチローさんとすごいです、サイヤング賞って、1年間でナンバーワンのピッチャーですよ、メジャーですよ。ありえないです。野茂英雄でも取れなかった、黒田さんでも取れなかった。それを取れますか。やっぱり今シーズンは開幕から中5日でしょう。これ大きいですね。それによって、シーズンを通して先発回数が増えれば、またイニング数も増えるわけですよ。より有利になってきます。でも大谷中心のチームで言っても過言じゃないですね。いや、でもそうですよね。ルール、レギュレーションはチームとして変えてるってことは、大谷選手中心と見ていいんですよね。もちろんです。やっぱりエースとしてやっぱり中5日で投げてもらわないことには去年のように14連敗とかね、しちゃう可能性もあるわけですよ。だからその連敗を少しでも止めるために、大谷をとにかく回転数を早くしたい。体大丈夫かなと思いますね。多分2時ぐらいに球場入って、1回ロッカールーム来て、1回多分シャワー浴びに行って、で準備して、その後映像を見るんですよね。データと映像を見て、そこからマッサージ、ストレッチに行って、で戻ってきて3時4時ぐらいからブルペンに1回入った、登板前日ですね、でブルペン行って5時前ぐらいにも戻ってきて、で試合前準備で多分1回裏でティーバッティングやって、もう試合ですね。間違いしないですね。外出てこないですね。まず出ないですね。基本的に出てこないです、ビジターに行った時だけはたまにバッティング練習するんですよね。それがもうショータイムになってるんですよ。サイヤングはすごいピッチャーがいるんですよ、メジャー。この候補の選手、映像を見てきました、みんなすごいですけど、マクラナハン現時点で7勝0敗ですよね。開幕から7連勝の時点で防御率も1点台だったんですよ。映像見てて打ち方が分かんないなって。100マイル以上出るじゃないですか。150ぐらい出て、大きいブレーキの効いたパワーカーブとスクリュー系の、わけの分かんないボール、しかも速いんでスピードが、みんなこうバットの芯に当たりそうな感じで来るんですけど、そこからギュンってくるんです。これちょっとチェンジアップ気味でフュッてこう、お化けみたいな止まるんですね。そこを上回れるかってことですね。今のところ最有力候補はヤンキースのエースゲリット・コールなんですよ。ゲリット・コール、開幕から白星街道まっしぐらなんですよ、特に彼の場合にはヤンキースというチームが開幕からの先発ローテーション5人中3人が怪我してるんですよ。それだけ彼自身の熱い思いっていうものがね、なんとかしなきゃいけないと。でもコールの投げ方見たんですけど、どうぞ日本人っぽいですよ。軸を保って、この腕力で投げる感じなくて、下半身の力を使ってゆったりそこからビュッと腕を出るんですよ。で、とてつもない球投げるでしょ。みたいな。デビッド・コールも基本的に防御率1点台に行く可能性ありますよね。あります。もともと1点台で、今2点台に下がります。コントロールがいいです。あのスピードで、あのキレでコントロール、しかも浮かないんですよ、球が。あとは、マリナーズのカービィがいたり、あとツインズ・ライアン。実はツインズにソニー・グレイというピッチャーがいるんですよ。もう一つ、彼が開幕から防御率1位ですね。メジャー11年目で33歳のベテランピッチャーなんですけども、今シーズンカムバックしてきました。ミネソタはじゃあ選手結構揃ってるんですか。前田健太投手のチームなんだけど、そうですね、あんだけボール滑り滑りってじゃないですか、なんであのアメリカの選手たちはフィットできるんですか。どう気候は絶対あると思いますよね。大谷選手の傾向として、乾燥しているエリアだとスイーパーが曲がりづらいそうですよね。かからないかからないそうです。セントルイスは結構乾燥してるんで強いらしいですね。西海岸の気候は意外とフィットする。これ東海岸のまた違いますか。東はやっぱり敷居が高いですよ。サイヤングを取るにはチームは優勝争いしたりとか、あの奪三振数とか基本塁打などがありますが、何の要素が一番大事ですか。まず投球回数ですね。近年メジャーリーグは投球回数がどんどん減ってるんですよ。今200人以上投げるピッチャーシーズンに数人しか出てこないぐらいなんですよ、でもそんな中で長いイニングを投げるってことが一番大事であり、一番重要視されるのが防御率とか、あとは WHIP という WHIP という指標ですね。1人当たりにどれだけのランナーを出すかどうかという、あとは防御率に代わる FIP という指標も出てきたんですよ。フィールディング、インディペンデントピッチングっていう、要は守備力ってことですか。あくまでもピッチャーの非ホームランと与えたフォアボールと奪三振、これだけで評価する方法。そう考えると多くホームランを打たれちゃうとマイナス材料であり、逆に奪三振数が増えるとこれはプラス材料になりますね。だから三振取れて塁を出さないピッチャーで、ゼロに抑えてくるピッチャーが一番多いですね。ノーヒットノーラン完全試合に近いピッチャーたちということですよね。昔のように勝ち星でサイヤング賞取れるっていう時代じゃなくなったんですよ。2018年19年メッツ時代に2年続けてサイヤング賞を取ったジェイコブ・デグロムっていうピッチャーがいるんだけど、彼なんか勝ち星が10勝で2年続けて取ったんですよ。だそのぐらい正直勝ち星はあまり関係ないですね。もちろん勝ってほしいけど、20勝しているコールと13勝の大谷選手でもイニング数が勝っていたりとか、3勝持たれる数が勝っていたりすると可能性が高くなってくる。そうなんですよ。勝ち運に関してとかは、自分たちの打線もかなり影響しますね。そうです。
サイ・ヤング賞というのはあくまでも個人の成績ですから、チームの成績は関係ないので、強いチームだろうと弱いチームだろうと。今までで MVP とサイ・ヤング同時受賞の選手いますか？過去に8人ぐらいかな、いるんですよ。最近ではジャスティン・バーランダーとかバーランダー、クレイトン・カーショーなんかが。カーショー、はい、カーショーのピッチャー。 MVP というのは野手に与えられるものだという考えなんで、だからなかなかピッチャーでサイ・ヤングと MVP を両方取るということは本当に至難の業だと思います。その各バッターに対しても感覚的にはもう見下ろして投げてる感じがあるんですよ。いや確かに、うん、日本人ピッチャーってうまくかわしてとか、うん、コントロールとスピリットをこう散らして、うん、配球で抑えるみたいな感じだけど、違うスタイルですよ日本人の、うん、困ったらまっすぐ投げれば打たれないでしょって感じしますもんね、うん、トミー・ジョンやった手術の影響もあると思う。肘への負担を考えると、うん、あのパワーまっすぐじゃなくてスライダーの方が少ないんじゃないかって言われてるので、スライダーとカーブとかってねじることによって、そうですよね、うん、肘の靭帯の影響があるからって、うん、で通信カットが多いじゃないですか。多いですよね。それなのにスイーパーってことの方がいいんですか？ピッチングの球種内容を考えると、もう年々速球の割合が減っていて、減ってますよね、変化球が増えてるんですよ。ブルペンではまっすぐみんな投げないんですよ、うん、大谷のピッチング見てると150キロ以上の速いボールというのは本当少なくなってきました。このあたりは特に今年からヘイズというピッチングコーチ補佐が入ってきた。ドライブライン出身の人というのはなるべく怪我を防止するための投球方法というものもいろいろアドバイスしてるわけなんですよ、はいはいはい、そこに一つ何かがあると思いますね。